こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは、うつやパニックを回復させる上で大切なポイントになります。うつあるいはパニックなどの辛いメンタルの症状がありますと、どうしても回復のための取り組みというのをやっていても、何をやっても全然良くならない、もうダメだというような思いにとらわれがちです。知っておいていただきたいのは、まず回復への取り組みがその努力に正比例してこんな風に良くなるわけではないんですね。最初はこんな風に低空飛行から始まって、でちょっとこう波があるような感じになっていきます。ですからこういうイメージを持っていますと、やってもやっても全然変わらないということにどうしてもなってしまうんですね。それともう一つ、回復の項目っていうものをついつい偏って捉えてしまうということがあります。どういうことかって言いますと、例えて言うならば、5教科の科目があったとして、数学の点数がとても悪いとします。でも数学だけがテストでありませんから、理科とか社会とかいろんなところをやっていて、理科や社会は伸びている、ところが数学は全然点数が上がらないとなった時に、他の科目まで含めて自分は全然成績が良くならない、全然ダメだっていうふうに思うのに似ています。つまり例えば朝体がだるいですとか、夜眠りが浅いですとか、集中力が出ないですとか、人によって長引く症状状態っていうのは当然出てくるんですけれども、丁寧に自分の生活を観察していくと、自分がノーマークの項目で改善してるっていうことよくあるんです。ですから自分の期待している項目が良くなっていればそれが回復、そうじゃなければ全くダメだっていうふうにどうしてもなりやすいですから、そのあたり視野を広く持って回復へのステップを進んでいただきたいです。でお一人ですとそこが難しかったりすることもありますので、そんな時は心理カウンセラーなどの専門家と二人三脚で進めていくことをお勧めいたします。ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。